ビデオカード、ビデオカードはパーソナルコンピュータなどの各種のコンピュータで映像を信号として出力、または入力する機能を拡張カード、拡張ボードとして独立させたものである。ビデオボード、グラフィックカード、グラフィックボード、俗称グラボ、グラフィックスカード、グラフィックスボードとも言う。カードに搭載されているチップやメモリによって描画速度、対応解像度、 3D 性能などが異なる。IBM PC および p c a t 互換機の多くの機種では、ビデオ回路がマザーボード上には実装されておらず、ビデオカードによる拡張が容易である。しかし、ウェブサイト閲覧や電子メールのやり取り、オフィス作業など、日常的な作業を行うには、支障のない程度の性能を備えた、表示回路を組み込んだ、チップセット、 統合チップセットとそれを搭載したマザーボードが出現し、そしてさらに GPU を内蔵した CPU が出現したことにより、安価な PC ではビデオカードを搭載せず、オンボードグラフィックス機能やオンダイグラフィック機能を用いるものが一般的となっている。このため、ビデオカードは高速な 3D 表示性能やマルチディスプレイ機能を目的として追加される場合が多い。 また統合グラフィック機能の馬による性能低下を避けるためにビデオカードを追加する場合もある。以上はパーソナルコンピュータ以外のユニックスワークステーションなどでもほぼ同様である。2004年から USB 接続の製品も発売されている。当初は PCI、USB ブリッジを用いて SIS315 を接続するというものであった。その後、 2007年からはディスプラリンクのチップを用いた製品が出回るようになっている。ディスプラリンクの製品では、表示装置を仮想化し、ホスト側で映像を圧縮、ハードウェア側で伸長することによって、帯域が太いとは言えない USB2.0 などのバスで、ある程度のパフォーマンスを確保している。そのような構造になっているため、実際のドライバの処理は、 ホスト側の演算コストとなるため CPU パワーの低い環境でのパフォーマンスは低下する。また BIOS 等を持たないため OS やドライバが起動するまでは使用できないほか他のビデオドライバと併用する形になるためその相互の干渉によって不具合が生じたり使用できないケースも存在する。これらの製品は通常のビデオカードを複数増設するよりも条件のハードルは低く。 パフォーマンスよりも制御できる画面の数、面積を要求するような状況で有用であるほか、ツなどの元々表示装置を持たない機器や、PDA など外部出力を持たない機器での利用例も存在する。一般的な PC、AT 互換機用、ビデオカードは主に以下のモジュールにより構成される。表示する描画情報を保持するためのフレームバッファーとして利用されるメモリ領域。 大容量化に伴い、オフスクリーンバッファや、シェーディングバッファなどとしても利用されるようになっている。グラフィックチップとは専用バスで、ポイント2ポイント接続される。交体域で接続した方が、性能的には有利だが、コスト、実装面積、発熱などを優先し、グラフィックチップの使用より筐体域幅で接続する、こともある。 ビデオメモリには高速性と低価格性の両立が求められるため、汎用の D r a m だけでなく、専用のラムが用いられることも多い。かつては専用モジュールにより、ビデオメモリの増設に対応する製品もいましたが、2000年代以降、ビデオメモリの増設に対応したビデオカードの存在は確認されておらず、おおむね 512MB から 4GB 程度に固定されている。 2014年にリリースされた AMD Fire Pro W91002015 年にリリースされた NVIDIA GeForce GTX 980 Ti GeForce GTX t i t a n X NVIDIA Quadro M6000AMD Radeon R93902016 年にリリースされた NVIDIA t i t a n X Pascal など一部のハイエンド製品や ワークステーションサーバー向け製品では 6GB、8GB、12GB、16GB、24GB、32GB といった容量ビデオメモリを搭載するものも出現し、さらに2016年には 8GB 版、ラデオン RX480 や 6GB 版、G-Force GTX 1060など、ミドルレンジやミドルハイクラスの製品でも大容量。 ビデオメモリを搭載するものも出現している。実装面積を重視するモバイル用途では、グラフィックチップの LSI パッケージにビデオメモリ用ラムを同梱している製品も存在する。ユニファイドメモリーアーキテクチャー、UMA とは独立したビデオメモリを持たず、メインメモリを CPU と共有するシステムである。シェアシェアメモリ、共有メモリなどとも呼ばれる。メインメモリは、 同世代の専用ビデオメモリと比較すると低速であり、システムとメモリ帯域を共有するため、システムパフォーマンスが低下するなどのデメリットがある。反面、実装面積が少なく小スペース性に優れる、部品点数が少なく安価であるなどのメリットがあり、チップセット統合グラフィックス機能で多く採用されている。SOC では、イドラムにより、性能問題に対処している事例もある。 メインメモリの高速化に伴い、単体型のグラフィックチップにおいても、NVIDIA 社のターボキャッシュ、AMD 社のハイパーメモリーなど、メインメモリをビデオメモリ領域として利用する技術が登場している。ビデオカードとシステムを接続するためのインターフェース。データ転送用に高速な専用バスを用いることが多い。古いインターフェース、2017年現在ではほとんど、 使われない。また、HDMI の普及例明期には、ビデオカード上の HDMI 出力端子から、音声を出力するために、基板上に S、PDIF 入力インターフェースを備える製品も、登場している。その他、マルチ GPU 技術の制御用端子や、ビデオキャプチャカードとの連携用端子などのオプション、機能用の端子が搭載されることも多い。 ビデオカードの出力をディスプレイなどを表示デバイスに接続するためのインターフェースはアナログ RGB 出力 d s ブ b が一般的だったが2004年頃から DVI、i 出力も備えマルチモニター機能に応するものが一般的になったエスタンシやコンポジットによるビデオ出力のほか、コンポーネント出力を搭載する製品もあった2018年現在は DVID、HDMI、ディスプラポートといったデジタル出力端子のみを搭載する製品が一般的である。ビデオカードに搭載されている BIOS、起動直後などシステムがリアルモードで動作している際に VGA 互換モード表示機能を提供するため VGA BIOS などと呼ばれることもある。ビデオカード基板上のロムチップに格納されている PC。 AT と異なるアーキテクチャである PC-9821 等ではメインボード上に専用の表示回路を持っているため VGA BIOS を必要とせず BIOS のプログラムそのものが非互換であるため使用可能なボードであっても BIOS を無効にしておく必要がある。ビデオカードは PC 内部で最も消費電力や発熱量が大きいパーツの一つであり 特に高性能なハイエンド製品では強力な放熱、冷却が必要となる。隣接する拡張スロット用空間を占有して、しまうほど巨大なファンやヒートシンクを備える製品が2003年頃から登場し、2017年現在では、ハイエンド製品では一般的となっている。1スロットのみ占有するタイプであっても、放熱性を保つようとなりのスロットはなるべく、 開けておくのが望ましい。一方、消費電力の小さいローエンド製品では、発熱が少なく、ファンレス仕様のものもある。ビデオカードの登場以来、駆動に必要な電力は、データインターフェースから供給されるのが一般的であったが、2000年代初頭頃からの GPU 消費電力の増大に伴い、データインターフェース経由の給電を補うための、 専用電源インターフェースが登場し、ミドルレンジ以上の製品での搭載が一般化した。一般に補助電源と呼ばれており、6ピン一つで75ワット、8ピン一つで150ワットまでの電力が供給できる。以下、IBM PC とその末裔のビデオ設計としてのビデオカードについて主に述べる。1981年の IBM PC は、 当時のみならず後のパーソナルコンピュータでも普通に見られたビデオ周りのハードウェアをオンボードで固定したものにはせずビデオカードとして独立させる設計を採用した。IBM PC はビデオサブシステム、ビデオチップなどを本体、マザーボードにではなく拡張カード、IBM はアダプターと呼ぶに搭載した。IBM PC の発売時には2種類のビデオカード、 テキストモードのみの MDA とグラフィックモードを持つ CGA が提供され用途により選択、交換できた。この拡張性により IBM PC ファミリー及び IBM PC 後換気ではユーザーは本体を買い替えなくても各社から販売される多様なビデオカードに交換種類によっては追加して共存し対応したディスプレイとソフトウェアを使用すればより高速。 高解像度な表示環境を得られるようになった。中でもの HGC は広く使われた。日本での東芝のダイナブック、初代 J-3100SS も CGA をベースに、独自の日本語モード、640X400 を追加したものだった。一文字テキスト出力、INT10H、R イコールレアのような、BIOS の提供する機能としては高水準の機能を、 用意し、この機能を提供する BIOS ROM は本体ではなくビデオカードに乗る MS DOS などはそちらを使うようにすることでハードウェアの際に対するソフトウェアの互換性を確保した。1984年の PCAT では e 画が標準搭載されたが、これは MDA 及び CGA の上位互換であり、MDA と CGA の主要な表示モードを含んでいた。 表示モードはソフトウェアで容易に切り替えできたため、回の画面モードにしか対応していないソフトウェアも継続して使用できた。この上位互換は、その後の主要なビデオ企画でも継承され、また、複数の画面解像度、操作周波数に自動対応できるマルチスキャン方式のディスプレイが普及した。映画は広く普及し、各社が映画上位互換のグラフィックチップやカードを製造した。 日本でのアックス企画のジェガボードも、笑顔ベースに、独自の日本語モード、640X480 を追加したものだった。1987年の PS2 では VGA が搭載された。PS2 では VGA チップはマザーボード上に搭載された、企画名称もアダプタからアレイになったが、ビデオカードによる拡張性、置き換え可能は維持され、 また従来の PC、AT、および互換機用にも AT バス用の VGA 搭載ビデオカードが提供された。映画の時と同様に上位互換性も維持され、VGA は映画の画面モードを含み、従ってビデオ規格として、VGA は今でも MDA や CGA の各画面モードも含んでいる。さらに独自の画面モード、640X480。 16色などが追加された。VGA は急速に普及し、PC、AT5 換気でも VGA は事実上の標準となった。日本 IBM の PS55 は PS2 ベースで、前半は日本独自のディスプレイアダプター10 X、1024X768、ザガとは別規格を搭載していたが、英語モード、英語 DOS よび後の DOS、V では、 マザーボード上の VGA が使用できた。さらに PS55 も後半1990年の 5535S 以降は徐々に VGA のみや後日のノがや各種 SVGA に移行した。各社から多様な VGA 上位互換 SVGA カードチップが提供された。なお SVGA は各社の VGA 上位互換カード。 チップの総称であり、特定の規格や解像度ではない。ただし、各社独自の拡張モード間では、互換性はなかったため、別社が Web として、共通となるモードを標準化した。この中で有名なのが、初期の 800X600 画面解像度であり、俗に言われる、SVGA の解像度は 800X600 の、元となった。 1990年代の有名なザガ及び SVGA のビデオカード、ビデオチップには以下があった。IBM のザガは VGA と8514の上位互換、抗議には SVGA の一種だが、歴史的に SVGA と呼ばないことも多いで、独自の 1024X768-256 色などの表示モードが追加され、 MCA 用と e s 用のカードが登場した。ザガはマルチメディアを意識した設計であったが、高価なアリには高速ではなかったために、IBM 製の PC 以外には広く普及せず、IBM はザガの後には他社の SVGA チップを使用するようになった。SVGA の中でも s 三社の八十六 c 九百十一は、ビデオサブシステム回路の複数の LSI をワンチップ化した。 世界初のグラフィックチップで従来は CPU が行っていた描画処理のうち使用頻度の高いビットブルトなどにしアクセラレーションを行うことで非常な高速性を実現する画期的な製品となった。これら Windows に特化したグラフィックアクセラレータは Window アクセラレータとも呼ばれるようになまた1990年代は拡張バス規格の移行期でもあり PC AAT5 換気では、i s VL バス、PCI、AGP など、各種のビデオカードが登場し、多数の組み合わせで、競争や比較が行われた。また、マッキントッシュも、パワーマッキントッシュの第二世代から、ニューバスから PCI に移行した。世界の中でも、日本だけは、PC、p c 九千八百一シリーズ、FMR シリーズ、マルチステーション五千五百五十などや、 さらには IBM PC 互換機ベースである Dynabook, a x JEGA, PS55 前半でも日本語表示モードでは固定解像度が主流の時代が続いた。しかし1990年代には DOS, V や Microsoft Windows などグラフィック中心の使用形態が普及した影響もあり各社は PCAT 互換機に移行した。この結果 日本でもビデオカードが一般化したが、以上の経緯により、国内の PC、a t 互換機の大多数は、最初から VGA 以上を搭載している。現在では、ビデオカード、チップは、グラフィックカード、チップと呼ばれる場合が増えたが、ビデオカードは、グラフィックチップの進化とともに、高性能化、多機能化しつつ、今日に至っている。 スックスが以降のビデオカードや画面解像度の傾向については、各機関連項目を参照のこと。なお、GPU は CPU と比較して、価格、コストの割には性能及び、機能水準沈黙化のペースが速く、グラフィック処理の性能や機能を求められるアプリケーションソフトウェア。例、3DCG ソフトウェアや、カナダドルソフトウェアのリアルタイムプレビュー用、レンダラ。 pc ゲーム、動画加工をサリングソフトなどのバージョンアップに合わせ買い替えが必要となるケースが生じやすい。オンボード gpu の場合は通例システム全体の刷新が必要になることが多いが、独立した外付けビデオカードであればカードのみを交換することで対処できる可能性がある。ノートパソコンではビデオチップがオンボード実装されているか統合グラフィック機能を 用いている製品が一般的であり、ビデオカードの増設は基本的に不可能である。ミニアグップをはじめ、NVIDIA の MXM や ATI のアクシアムといった拡張インターフェース規格が策定されているが、これらは PC の製造メーカーが複数ラインナップを揃えやすくすることを目的とした、ただしであり、エンドユーザーのアップグレード手段として意図されているものではない。このため、 対応製品は、ほぼ出回っておらず、構造もユーザーによる交換を前提としていないことが多い。なお、マルチディスプレイ機能を提供するための、PC カード接続タイプや USB 接続タイプのグラフィックアダプタが一部で提供されている。2016年3月には AMD が、ノート PC に、外付け GPU をつなぐ技術、AMD ザコネクトを発表した。 拡張カード接続に対応した PC と GPU、格納ケースは、サンダーボルト3規格で接続される。マザーボードが持つグラフィックス機能を総括して、オンボードグラフィック、またはオンボードビデオと呼ぶことが多い。これは、単体のグラフィックチップを、マザーボードの基板に直接実装したもと、統合チップセットのグラフィックス機能を利用したものに、大別される。 基盤に実装するタイプは高性能ノートパソコンやサーバー向きマザーボードで用いられる。統合チップセットの登場以前は低価格機能、グラフィックス機能はこのタイプを用いたものが多く、オンボードという故障はこの形態に由来する。統合チップセットは1999年に発表されたインテル810以降、安価かつ小スペース性に優れるため、 特にインテル製の CPU に統合された GPU、イ g p u はシェアが高い。ただしいずれも多くのユーザーが Web 閲覧や Office ソフトなど一般的な用途で求める程度の性能に留まるためゲームのプレイや開発、マルチメディア作品の制作など高負荷な 3D 描画能力を求られる用途には向いていない。ただし PlayStation 4などのゲーム専用機に 採用実績のある AMD APU のように統合型であっても高い演算性能を持つ製品もまた登場している。ユニファイドメモリーアーキテクチャー馬によりビデオメモリー用として確保、占有される一部のメインメモリ領域はシステムから使用できなくなり実行メモリ容量が減少する。かつてビデオカードはダイヤモンドマルチメディアやエルザなどの核 ビデオカードメーカーがベンダーから GPU を購入し、設計、製造を行ったものが販売されていた。しかしこの方式はメーカーごとの製品の品質のばらつきが大きいという問題があった。このため、ベンダーが GPU に対応するビデオカードのリファレンスデザインをメーカーに提供し、メーカーはリファレンスデザインに沿った製品の販売を行うという、携帯が2000年代頃から主流になった。 これに伴い、2000年代後半以降は、アサステックコンピューター、ギガバイト、マシーなどのマザーボードメーカーが手掛けるビデオカード製品が多くを占めるようになっている。一般的なビデオカードメーカーは、複数の GPU ベンダーのビデオカード製品を取り扱うが、のように特定の GPU ベンダーのビデオカード製品しか扱わない例もある。また、ベンダー自身が、 ビデオカードの販売までを行う例もある。これに該当する例としては、マトロックスグラフィックスが挙げられるほか、かつては ATI テクノロジーズ、3DFX、サンドラブスもビデオカードの製造、販売を行っていた。ビデオカードメーカーがビデオカードの販売時に独自のブランドを用いる場合もある。これらの例としては、ネビジアンのインの 3D、青ペンのシャイなどがある。 日本国内メーカーでは IO データ機器、挑戦者ブランドも展開バッファロー、苦労と思考ブランドを含むなどの周辺機器メーカーがビデオカードの販売を手掛けている。商品ではグラフィックアクセラレータの名称が用いられた。IO データ機器の製品は設計こそリファレンスに準じたものになっていたものの、かつてはドライバが独自にチューニングされており、一定の評価を得ていた。 その後、OEM 供給を受けた ATI、エンビディア製品をラインナップしていたが、2010年12月発売の GARH5450 を最後に一旦取扱いを終了していた。2014年には 4KU1 デリ対応のビデオカード GA GTX750Ti を改めて取り扱うようになっているほか、2007年からディスプラリンク社製のチップを用いた USB 接続の製品の販売を続けている。これら国内の取扱い製品の中で特に、カノープスはリファレンスデザインと異なる独自開発の基板及びドラバを採用したビデオカードの製造、販売を行い、マニア層を中心にかつて人気を博していたが、2002年に独自設計のビデオカードのリリースは終了し、2006年2月の マティビが X1300L のリリースを最後にビデオカード事業から撤退している。また NEC も産業向けワークステーション製品のビデオカードを一部、製造、販売している。ダードックス、ダイレクト、3D と組み合わせて使うことが多い。オパングルと組み合わせて使うことが多い。安価で安定しているものが選ばれることが多い。NVIDIA や AMD Fire Pro も サーバー用途に選ばれる。その他、グラフィックス出力機能を持たず、汎用計算、グップグップに特化した NVIDIA Tesla や AMD、Fire Pro、S シリーズもサーバー上の演算用途に採用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。